し上げられなかったんです。あるよ、ありますとも。あんたならきっとあります。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。妙なもんじゃ。自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方がよっぽどわしらに用してくれた。いや、ありがとう。そしたらせがれのやつ、東京は人がお言うて上が使いとんなわけや。あんたどう思う。育児のない話じゃろうが、関東精神いうのが何にもない。わしはそんなつもりで育てたんじゃない。あんたの言うことはよう分かる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思ったんじゃ。そうね、既得って言うんだから行くなら早い方がいいわね。こないだ来ちゃどうかしら。うん、しかし後のことも頼んでいかなきゃならんからな。じゃあお姉さん、お大事に。え、ありがとう。あなたもね、うん、きっといらっしゃいね、夏休み。うん、じゃあさよなら。さよなら。行ってまいります。行け行け。でもお母様、ダメよこんなことしちゃ。どうぞ。うん、私の方こそあんたにあげにはいけんのに。いいえ、そんなこと。ね、どうぞお母様、どうぞ。そう、すみませんな。じゃあいただきます。どうぞ。あんたもいろいろ入りようが多いんじゃろうに、こんなことまでしてもろうて。本当に何と言うたらええか。ありがとうよのりさん、ありがとう。さあお母様、そろそろ。になってしまった。